鉄塔を通過いたします。揺れますのでご注意くださいませ。地獄のタイプの階段を通過いたします。皆様の目の前には徐々に札幌市の街並みが広がってまいりました。ただいま出発いたしました。山の天気方向をご覧くださいませ。正面には高さ 147.2 メートルのテレビ塔がご覧いただけます。その左に一番高いベンチの建物は高さ 173 メートルの JR タワーでございます。続きまして右奥をご覧くださいませ。黄色の屋根の丸い建物は札幌ドームでございます。世界初のシステムを導入し野球とサッカー両方のプレーを可能にしたドームでございます。変わりまして左眼下をご覧くださいませ。小山の上の白い塔は昭和34年に建設されました平和の塔でございます。この塔はインドのネイル首相より贈られましたお釈迦様のお骨の一部仏舎利とともに塔内のお千母子の霊を祀った慰霊塔でもございます。ロープウェイは間もなく中間地点でございます。上り下り同時駅を出発し中間地点ですれ違います。右後方より下りロープウェイが参ります。よろしければ一緒に手を振ってみてくださいませ。もう一度ありがとうございました。下りの方が早く感じられたかと思いますがどちらも同じ時速18キロで1200メートル間を交互に運行しております。それでは景色に戻ります。左をご覧くださいませ。家並みの中の小高い山は標高226メートルの丸山でございます。この山の陰には北海道神宮を中心に動物園、公園、野球場などがございます。さらに左奥には大倉山ジャンプ競技場がありジャンプの二次体験ができます。札幌オリンピックミュージアムなど一年を通して楽しめる施設がございます。このように札幌市内を一望できます小岩山の標高は531メートルでございます。鉄塔を通過いたします。揺れますのでご注意くださいませ。神馬さんというところから中川に行ってそこから坂へ、おばあちゃんのことを思い出してみようとか。まもなく中腹駅到着いたします。中腹駅には売店ミニケーブルカー乗り場がございます。展望台へお越しのお客様はミニケーブルカーをご利用くださいませ。ミニケーブルカーはロープウェイの方式を利用した乗り物でモーリスカーという愛称がございます。お疲れ様でございました。到着いたします。お忘れ物をなさいませにはご注意くださいませ。まあまあでかめ。